こんにちは、ジョジョです。スミレです。ミヤです。花子です。ヒロです。今回の動画は、2024年4月の課題図書、サラ・パレツキのサマータイムブルースについて語っていきます。作品あらすじはこんな感じです。夏の夜、私立探偵 V.I. ウォーショースキーのもとに現れた謎めいた男。彼は息子であるピーターの恋人を探してほしいと依頼する。翌日、調査のためにアパートに向かったウォーショースキーは、ピーターの射殺死体を発見する。しかしそれは大きな事件の序章に過ぎなかった。これ1980年代のシカゴが舞台で、ちょっと古い作品なんですけど、だからこその面白さがあったなと思います。パソコンとかスマートフォンとかね、全然普及してないから、探偵が自分で足と体を使って操作をするっていう、古き良きじゃないけどハードボイルド感があって、はい、そもそも現代のシカゴのこともそんなに私分かってない上で、さらにこのちょっと古い時代ということだから、出てくる地名だったり話題として出てくる話の内容だったりとかで分からない部分はいろいろあったんだけど、でも分からないところもそれこそがシカゴのその当時の雰囲気なんだろうなっていうのを味わえるから、それはそれで良かったのかなって思います。すごい絵に描いたような、こう人が想像するザ・アメリカみたいな感じが分かる分かる、うん、暴力描写なんかも結構あったりして、本当にいかにもアメリカのそういう世界を描いてるような作品でした、うんうん、そうそう、途中主人公がなんか銃を普通に買いに行くところとか、すごいアメリカだなと思いました、うんうん、なかなかその発想にならないもんね、日本人だと、うん、そうあとなんか私立探偵許可証みたいのを持ってて、で自分はこれがあるからで、なんかこう見せると、あ、じゃあ探偵ならなんか操作しても OK みたいな感じにして、うん、警察手帳と同じぐらいすごい威力を発揮してて、うん、びっくりしちゃった。最初の事件は、まあ、ピーターっていう男の人が射殺されるっていうだけと言っちゃうとあれだけどの事件なんだけど、そこからどんどん大きくなっていくというか、なんでピーターが殺されたのかとか、その背後に何があるのかっていうところが面白いところですね、うん、謎解きっていうよりも、そう、どのようにこう事件の背景にある陰謀だったりとか、なんかこう悪人たちを追い詰めていくかみたいな、そこに視点がある感じのストーリーですよね。うん、社会派ミステリーだよね。はい、探偵ものだけど、うん、まあ、割と早々に悪いやつはこの人みたいのが分かるんだけど、うん、それをどう追い詰めていくかとか、そう、どうやって証拠をつかむかみたいなところがこう重視されてるのかなっていう気がした、うんうんうん、なんかもう地道にこうバーに何十軒も行ったりしてすごいね。そうそうそう、そこら辺もパワフルさですよね、やっぱり本当に地道だよね、うん、あんなに地道に一軒一軒潰していくみたいなシーンもね、うん、逆に珍しいんじゃないかって思っちゃったよ、ミステリーとかではね、うん、面白かった、あのシーン面白かったな、うんうん、その偶然的な要素があんまりないですよね。なんかこういう話だと、なんか偶然なんか知ってる人物に出会って、なんかトントン拍子に進んでいくっていう作品もあるけど、こう自分のちゃんとこう力で情報を取っていくっていう。確かに主人公が、まあ、私立探偵なんだけど、まあ、名前が難しくて、彼女がその作中で親しい人にはビッグって呼んでもらってるって言ってるので、はい、ちょっと私たちまだそんな親しいって思ってもらえてるか分かんないんだけど言いやすいビッグって言おうと思うんですが、はい、まあ、私立探偵で、まあ、女性なんだよね。でも作中の中でもまだ女が探偵なんてって言われているような時代に、女だてら私立探偵として頑張ってるピクっていうのが、まあ、とにかくすごくかっこよくて私は大好きです。もともと弁護士だったんでしたっけ、うんうん、でけどそれからなんかそこら辺の過程はこの作品ではあんまり書かれてなかったんですけど、まあ、それからあの探偵になったっていう。で多分年齢的には32歳くらいなのかな、最初の作品だと、うんうん、みたいですね、うん、めちゃめちゃ強いんだよね、あの肉体的にも精神的にも、うん、あの自分の正義感みたいのがあって、それを貫き通す人ですよね、うんうん、そう、結構作中で危ない目に遭うというか、もう実害が出るぐらいの暴力にあったりとかして、うん、
もうやめたらってちょっと危ないよってね。暗黒街のマフィアにこう襲撃されて、もう本当ボコボコにやられちゃうんだよね。そうそうそう。あのタクシーの運転手さんがもうびっくり、病院行きましょうよって言っちゃうぐらいすごいボコボコにされてるのに、それでも病院なんて行きませんみたいな。でなんか男性とデートに行っちゃうっていう。そうそうそう、すごいメンタルやばいよね。メンタルもすごいやばい。だってさ、うん、暗黒街のボスとかに目つけられたらさ、普通次の日も落ち込んでどうしようもないことになるじゃん、うん、いや逃げ出すとかね、うん、家に引きこもるとか、うん、そういうことするんだけど、そう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 、だよね、デートに行くから、ね、デートに行くってすごくないって思っちゃうよね。なんかなんならデートの時間気にしてるぐらいの感じしたもん。しかもそのデートの相手も長年付き合ってる彼とかではないんで、そう、今回の事件をきっかけに出会った人と2回目とか、うん、なんか、うん、それぐらいのレベルの人とデートするっていう、その心の強さがかっこいいって思っちゃった。いやちょっとぶっ壊れてるよメンタルはね。確かにね。でもね、結局そのこのキャラクターの魅力そこにあるよね、はい、うん、強いところがめちゃくちゃ良かったなって、うんうんうん、今回は本当に弱いところっていうのは多分全然見せてなかったですよね、うんうん、これからどうなっていくかちょっと、うん、あの分かんないですけど、うん、これ今2024年段階で22作品まで出てるんですよね。すごいよね、うん、かといってなんだろう、何でも自分で全部やるわっていうことでもなく、その友達であるお医者さんロッティかな、ロッティ、うん、ロッティのところに行ったりとか、被害者の妹のジルちゃんってことか、一人で何でもやりますっていうよりは頼るところは頼ったりとかもするっていうのがまたいいなって思う。そう、すごく強いけど男勝りでは全然ないなと思っていて、うんうん、まあなんか語弊がありそうだけど女らしいとこもあるというか、そういうきめ細やかな一面も持ってるの、そのバランスが絶妙だなと。おしゃれ気にしたりもするし、あ、そうそうそう、男性とデートしてるときはやっぱり素敵な女性の部分もあるしっていう、本当にいろんな面を持っている素敵な女性だなって思う、うん、これ新版の最後の解説のところに書いてあったんですけど、女性私立探偵小説のブームの火付け役になった女性探偵2人のうちの1人が彼女、うん、っていう風に書いてあって、まあ、その作中の中でも、まあ、自分が探偵だって名乗るとなんか女なのに探偵みたいな感じに言われるシーンがあるけど、当時はまあとても珍しかっただろうなというのは思うので、今の私たちからするとミステリーで女性の探偵なんてこう当たり前のように思って読んでたけれど、うん、ビクがいなかったらもしかしたらそういう小説はなかったのかもしれないと思うと、女探偵っていう存在をこう当たり前のものにしたってい う, こう歴史的な意義がある本でもあるんだなって思いました。しかもまだ現在まで続いてるってのがすごいよね、うん、このシリーズそのものが、うんうん、確かにすごい。他のキャラだと私はその話にも出てたお医者さんのロッティっていう女性がかっこよくて、ロッティいいですよね、うんうん、あのいろんな人を安くこう診療してあげてるみたいな優しいお医者さんで、あのビッグもロッティもそうだけど、そういう自分の正義感を持ってこうそれを貫いて仕事している女性像なのかなと思った、うん、自分はあのポールっていうキャラクターが好きでしたね、うんうん、まあ、この作中だとなんかボディーガード的な役割として登場するんですけど、うん、なんか結構なんだろう、こう脳筋キャラ的な結構あのいいキャラしてるっていう。私さっきちょっと話したジルちゃんがすごく好きで、まあ、ジルちゃんまだ幼い子なんだけど、まあ、この事件に巻き込まれる中で辛い目にも遭うんだけど、すごく自分の意見をしっかり持ってて、でもやっぱり年齢が低いってことで自分一人でまだ生きていくには難しいっていう中で、ビクと出会ってロッティとも出会って、まあ、そうやってこう大人の女性と出会う中でまたジルが変化していくっていうのもこういいなって思います。これからこの先のシリーズで今回出てきたキャラがまた出てくるかはわからないんですけど、大人になったジルちゃんとか見たいなって思いました。この本で思ったのは、そのまあ主人公も女性だし強いかっこいい女性たくさん出てくるんだけど、女性がいい男性が悪いみたいな、そういう
安直な書かれ方では決してなくて、うんうん、女性の中でもあんまりいいような雰囲気で書かれてない、もちろんその人にもその人の事情はあるとは思うんだけど、あんまり良くないように書かれる女性もいるし、すごく、まあ、さっきジョジョさんが言ったみたいな、こう味方としていい優しい男性っていうのも描かれてるから、男と女でビシッと分かれてるような作品じゃないっていうのが、そういう安着じゃないっていうのは私はいいなって思いました。ああ、でもそういう感じではなかったよね、うん、確かに、ね、うん。そういうのではない。味方の男性キャラだと、マリっていう新聞記者の。ああ、よかったね。うん、彼もすごい、なんかもう協力的というか、本当に通じ合ってる、うん、いくといいキャラでした。みんないいキャラばっかり言うから、自分一人だけ悪人をあげるけど、うん、あの、私はね、フレディっていう雑魚キャラがめちゃくちゃ好きでして。なんかすごい間抜けな雑魚キャラでね、暗黒街に通じてるキャラクターではあるんだけど、なんかちょっと愛嬌があって好きでしたね。まあ一番好きなキャラクターではないですけどね。結構ね、登場キャラ多くて、名前もなかなか覚えるのは、まあ、正直大変なところはありました。ちょっとね、自分も苦戦したかもしれない、うん、まああの登場人物表をあの参照しながら、そうだね、うん、そうね、うん、やって読んだけど、でもその分魅力的なキャラがたくさんいたので、いろんな人に出会えてよかったです。はい、というわけで今回はサマータイムブルースについて、感想を語り合いました。2024年5月の課題図書も決まっておりまして、北村薫さんの盤上の敵という作品を読みます。今回もご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。